では続きをプレイしていきます。よろしくお願いします。なぜそうなる？あんなに怖いのになぜ確認する？御開帳 御開帳でしょ？ダイアリー、日本語で日記って意味ですね。コウモリじゃなくてコウモリなんですね。コウモリ。歓迎か。ザビー様みたいなもんかな。罪深く機敏、威力強いっすよ、意外と。なんか頭にこうバリーンするイメージあるかもしれないですけど、叩きつけて。痛いっすよ、ほんとあれ。あ、手前から見るのがデフォルトかな、基本。食堂か。
出た電話。もういつもですよね。いろんなホラーゲームというか、サイレントヒルでもよくなるし。説教かよ。 禁酒禁煙。 どうせまた猫でしょ。残念だな、猫は生首と尻尾になってるかと思っていたが、そうではない。復讐っていうことはもうやられたってことですもんね、一応。あんまネタバレしたいようにしますけど、ね。中からかよ。 来た、ヘビーだな。ヘビースモーカーみたいな、ヘビと同棲してる人のサルジエを思い出したな。
ふえー。なんかこう屋敷というかね、お金持ちの強盗って言ったらやっぱグリコ森永事件の強盗みたいなね、かな。なぜカタカナ。復讐の温室。温室調べ終わった後が怖いんだよね。だから屋敷に戻ることにしよう。何それ怖い。 来たー。 実際目に見ると怖いと思うんですよね、多分。では、ここらでちょっと切らせていただきましょうかね。ちょっと文字送りが少し早いかもしれないですけど、やっぱでもそれくらいのペースじゃないと終わらないですもんね、話が。はい、では、ちょっとここらで失礼します。ご視聴ありがとうございました。